米50丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅である。ブルックリンク、グレーブセンドの米50丁目、スティルウェルアベニュー交差点にあり、終日 d 系統が停車する。ジョン・デューイ高校の前にあり、ニューヨークシティトランジットオーソリティのアドプト A、ステーションプログラムの一環で同行の生徒が、働いている。米50丁目駅は、相対式ホーム、 二面三面の駅で中央を走る急行線は普段使われていない。1910年代のデュアルコントラクツによる路線拡張期にブルックリンマンハッタントランジットが建設したウェストエンド高架線の一部として1917年に開業した。コニーアイランド駅への線路は駅の南北に伸びている。1960年代に北港ホームは北側。 南広ホームは南側にそれぞれ拡張され、コニーアイランド駅を望むことができる。北港ホームの中央には廃止された信号国書が残っている。駅の南側で急行線は両側の観光線それぞれと合流している。2012年に2009年アメリカ復興、斎藤司法に基づく資金拠出を受けて改装が行われた。 米50丁目駅は1971年の映画、フレンチコネクションで古典的な美行シーンの起点として登場した。ありがとうございます。